こんにちは、なべです。よろしくお願いします。今日は、モデルさんの、来ていただいているトップスの感じとか、あとは、ちょっとした女子会とか集まりに合いそうな、ヘアアレンジを紹介したいと思います。早速やっていきますね。まず紹介するのは、ちょっと時短テクニック、割と簡単にできるようなスタイルをまずご紹介します。で、モデルさんの今の髪の状態は割と、なんていうかな、さらっとブローしただけというかストレートの状態なんですけど、この状態に、アレンジしやすいように軽くスプレーワックスをつけていきます。で、手ぐしで全体集めていって、まず結ぶんですけど、この耳の延長上というか、ちょうどミドルの位置に集まってくるようなところで、一度結びます。で、使うのはこちらのシリコンゴムです。で、この時にちょっと集めた位置がこのぐらいのライン、ピタッとしすぎず、ルーズになりすぎず、で、耳の上に少しかかってくるぐらいの方が、こう、結び、一つ結びみたいな感じに、こうギュッとしすぎないで崩しやすいので、結ぶ時点でそれぐらいの感じにしとくと、後から崩しやすいです。で、この段階で少し、つまんで出していくんですが、つまんで出していくときに、ボサボサってなりやすいので、ゴムの付近をまず順番に出していってあげて、その後少し上の段を引き出していく。そうするとバランスよくつまんで崩すことができると思われます。で、その次にもう一つ、ここから5センチぐらいですね、下げたところでゴム手に切ります。で、今度ここもつまんで出していきます。で、こうちょっとピッとすることによって、ここのたまり具合とか出てくれるので、ちょっと少し微調整します。そしてこの次、これも同じぐらい5センチぐらいした、でも5センチって言ってるんですけど、モデルさんの髪の長さとかに合わせてちょっとその辺は調整してあげてください。ゴムで結んで固定されることによってちょっとこう張りが出るので、その時にこの広げ方によってここのアーチとかたるみ具合を作ってあげるとバランスが取りやすいと思います。で、もう一個作ってあげると可愛いかな。
まんで少し広げていきます。でここまでできたら、まあ、毛先、それからあと顔周りとか少しまっすぐな髪があるのでそこをアイロンで巻いてニュアンスをつけます。こうやってポケポケ出てきたら少しニュアンスをつけてなじませてあげる。今僕ストレートアイロンで軽くカールつけてるんですけど、で26ミリぐらいのアイロンでも全然 OK だと思うのでやりやすいものを使ったりします。遅れ毛は、まあ、もみ上げとフェイスラインとバランスよくちょっと適当に切ってあげて後から引き出すこともできると思うのでバランスを見てで全体的にちょっと一歩引いてみてバランスとかをチェックしてあげて、これぐらいの感じで完成です。はい、ありがとうございます。ポイントとしては、割と綺麗めのお洋服着てても髪綺麗になりすぎてると意外とこうカチッとしすぎちゃうので、あえて髪型は少しカジュアルな感じにしてみたいなっていうのが、まあ、女の子同士の集まりとかそういうところだったら大体いけばいいのかなと思って、まあ、今日はこんな感じにしてみました。じゃあ皆さんもやってみてください。ありがとうございました。